今回はリニューアルオープンしたばかりゲームスポットスピードカードボックス周南店をご紹介します。というわけで私は今回ゲームスポットスピードカードボックス周南店に来ています。ご覧ください、この賑やかな外観、なんだか楽しそうな雰囲気が伝わってきますね。それでは行ってきます。滝下さん、まずはこちらの施設のご紹介をお願いします。はい、こちらは周南市久米にあるゲームスポットスピードカードボックス周南店となります。アミューメント施設として、アーケードゲーム、トレーディングカードの販売、買取などを行っています。また週1でトレーディングカードの大会をしてますので、よろしければご参加お願いします。まずはゲームのブースについて教えてください。はい、そうですね、ゲームブースでは、ビデオゲームがあります。ビデオゲーム、一体どんなゲームがあるんでしょうか。格闘ゲームやレースゲームになります。あ、格闘ゲーム私大好きですよ。そして他にどんなゲームがありますか。クレーンゲームがあります。クレーンゲームって100円入れて物を取るゲームですよね。一体どんなものが取れるんですか。お菓子やぬいぐるみ、フィギュアなどが取れます。なんかすごく精巧なフィギュアもありましたよね。はい、そしてもう一つまだゲームありますよね。はい、あと音楽ゲームですね。音楽ゲーム、これは一体。そうですね、リズムに合わせて太鼓を叩いたりするゲームですね。あ、太鼓の達人とかですね。そうですね。では続いてトレーディングカードについて教えてください。どんなものを取り揃えられていますか。はい、トレーディングカードではポケモンカード、遊戯王、デュエルマスターズなど10種類のタイトルを取り扱ってます。最新の情報は店舗のツイッターゲン X で確認していただければと思います。では竹下さん、せっかくですのでこちらでレアなカード一体何なのか教えてください。はい、高額なカードはカード、ガラスケースの方に展示してあります。なんかずらっと並んでるんですけれども、例えばどれが一番高価なんですか。怖いお姉さんといってPSA 鑑定品という鑑定品になります。怖いお姉さん、ちょっと名前からして面白いんですが、すごくレアなんですね。じゃあこれ。はい、そうですね、なかなかこの辺りでは見ることができない。はい、さあそれではここからは竹下さんおすすめのゲームにチャレンジしてみたいと思います。こちらは太鼓の達人です。じゃあこの辺で、えい、簡単で始まるドン。え、ちょっと分かってない。上を見てね、下を見て、あ、私は下を見ればいいってことですね。いつだって大丈夫、この世界でダンスホール、君がいるから愛を知ることがまたできる、大好きボタン。風船って何ですか。あ、コンボは失敗しないでつなげたらコンボってなります。へー、みやび、いき、なんか私これ今日本当に生まれて初めてやったんですけど、知ってる曲だったからこうのめり込んでやったし、すごく楽しかったです。でも悔しいです。やり込んでるんでしょ。やり込んでらっしゃるんでしょ。みんながハマるのがちょっと分かりました。
竹下さん、ちなみに私が気になったのはこちらのゲームなんですけれど、普通クレーンゲームって100円じゃないですか、はい、これ10円ですか、はい、こちらは当店でも人気のクレーンゲームとなってます。10円でこんなお菓子が取れちゃうってことですよね。頑張ります。手前を狙う。なんか手前取りってコンビニとかでも言いますもんね。よいしょ。まあそれはこういうニュアンスじゃないんでしょうけれど、えい、よし、ちょっとなんか狙った2個いきましたよ。ちょっと狙った持ち上げ方じゃなかったですけど、こういう落とし方もあるんですね。キャー、嬉しい。あのリニューアルオープンしてまだ間がないっていうふうに聞いているんですが、お客様の反応っていかがですか。はい、新規の方やリピーターの方も増えて喜んでいただけてるかと思います。いいですね。夏休みにも入りましたし、本当にいろんな方に楽しんでほしいですね、はい、あのそれでは最後になりますが、番組をご覧の皆様に何かメッセージお願いいたします。はい、近日クレーンゲームを増大いたしますので、ぜひご来店ください。今回はリニューアルオープンしたばかりのゲームスポットスピードカードボックス周南店をご紹介しましたが、いかがでしたか。今更ですが、太鼓の達人にクレーンゲーム、ものすごく楽しかったです。また竹下さんが言われていましたが、クレーンゲームが近々増えるというのも非常に楽しみですね。こちらでは毎週カードゲームの大会を2階で行われているということなので、興味のある方はぜひ足を運んでみてくださいね。